こんにちは、カバゴロウです。今回はこちらバタフライのテナジー80、こちらをインナーのバッグでレビューしてみた感想ということでお話ししてみたいと思います。以前の動画ですでにテナジー80を使用してみた感想というのを上げてますので、よかったら概要欄のリンクからご覧になってみてください。ということで今回はテナジー80の再レビュー動画になります。またテナジー19との比較なんかもちょっと話していこうかなと思っています。視聴者からのリクエストに答えていく形ですね。はい、また05の再レビューなんかも最近やってますので、そのあたりとも絡めていきたいと思います。まず基本情報は2013年1月21日発売。バタフライコードが36度なのでテナジー05と同じで、ドイツコード 47.5 度系のカテゴリーのラバーかと思われます。1回目のレビュー動画ではこの80は、私はスティガのエヴァンフォルツ NCT7 という7枚フォーマーのラケットに合わせて使用してみましたが、その時の感想を一言で言うと、あらゆるハイエンドテンションラバーの良いところだけを集めて平均化したようなすごいラバーという感想を述べさせていただいたんですけれども、今回はインナーのラケットのバック面に使うということに主にフォーカスしてやってみました。で、結論なんですけど、まず結論から言いますと、かなり使いやすくて好感触でした。使いやすい05、使いやすいテナジー05みたいなイメージかなと思いましたかね。うん。で、このテナジー80、この中古で買ったテナジー80になるんですけれども、ご覧の通り、程度の悪い80、もう粒が見えてるような程度の悪いものになるんですが、それでも全然使いやすく良いボールが出るなという印象でした。はい。またですね、注意というか、今回の動画はテナジー05を最近再レビュー動画出しましたけど、ほとんどね、同じようなレビューとなる可能性がありますので、どうぞご了承くださいということで話を進めていきます。まずは基本的なこうバックハンドを打ってみた感じは、05と似ていて、ボールを一回掴んで離すような、しっとりとしたテナジー特有の打球感っていうのを80でも感じました。05と比較した場合にはですね、そうですね。05と比較した場合には80の方がさらに打球感が柔らかく使いやすいような感じが少しありましたかね。はい。で、弾みは思ったより弾まないなと感じました。と言っても誤差程度なもので、普通に心地よく打つことができました。で、ラケットを水平に振るわけですけれども、そういう時にボールがほとんど絶対落ちないなっていう安心感から自信を持って、ラケットを手首までしっかりこう使って、振っていくことができる、やっぱ良さっていうのがやっぱテナジーにあるなと思います。で、また同時にですね、こっち側、反対側にはテナジー19を貼ってるんですけれども、19とも同時比較しましたが、19の方が弾むし、硬さを感じるし、乾いた打球感がするかなと思いました。で、それが悪いと言ってるわけではなくて、性能の違いといった感じです。19は19でとても魅力的なラバーだと思いました。で、19の再レビュー動画っていうのは、この80の今やってる再レビュー動画の次回に公開いたしますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。ということで、80の方が、クラシックな、今までのテナジーなのかなみたいな、ボールを包み込むような打ち心地っていうのがあって、05と似てて、同じ属性というか、兄弟のように感じます。で、自分の周りを見ても、80を使用している方ってやっぱ多くって、やっぱ評価も高い感じなんですけど、その、なんていうんですかね、その納得したというか、納得の性能を改めて感じたなっていうふうに思いました。で、次にバックドライブを打ってみたんですけど、対下回転の、まだ相手の突きですね、対下回転のバックドライブですが、こちらも05と同様にグリップ力が高くて、で、持ち上げやすいので、ループドライブも楽々でした。で、ちなみに1球も全然やりやすかったですね。ただね、80の方が若干柔らかく感じられて、安定してボールをコートに入れられそうな、気がしますね。グリップ力は一緒なんで、あとは腕次第なんですけど、少し80の方が柔らかく感じるんで、精神面的にもなんかちょっと安心感あるかなっていうところが、ありましたかね。はい、これだけ粒が浮いて見えるような、状態の悪いテナジー80であっても、これだけ超越した性能っていうのを維持しているので、改めてテナジーの実力を驚かされたっていう感じです。で、次に対上回転のバックドライブですが、こちらもですね、楽々ボールを掴んでいい感じに擦れたボールを放つことができました。
で、また下がった位置からの、まあ、強打気味のこう、バックドライブですね、パーンってこう打っても、ボールが直線的にならずに、擦って打っているなっていう感じがいつまででも感じられていて、やっぱそれはテナジーにしか打てないスピードと回転を持ち合わせたボールっていうのが比較的簡単に打ててしまうっていうことで、これに関してはテナジー05でも同じことを言ってるんですけど、本当同じ感想を持ったなって感じです。でちなみに1球と比較した場合には1球の方がスピードが出るし、回転がかけられたなっていう感触もより強かったです。だから簡単に言えば1球の方が、ラケットをね、水平に触れる人とか、もしくは腕に自信のある人っていうのは1球の方がなんかより満足できるんじゃないかなっていう気がします。でブロックなんかもですね、05と同様に80はやりやすかったです。ただ80はテナジーの中では比較的弾みが少し抑えてあるような感じがしたので、より普通の他のハイエンドテンションラバーとのような感覚っていうのが良くも悪くもあったかなっていうふうに思いました。比較的弾まないってことで、あとはストップとか、つっつきなどの台上の技術がね、結構良いかなって私は感じました。ボールがしっかりなんか止まる感じがするんですよね。この止める性能っていうのは、私はもしかしたらテナジーの中で80が一番良いかなと思ったりしました。一方1球はちょっと飛ぶので、やっぱその繊細さは80に軍配が上がるのかなっていうふうに思いました。はい。で、リクエストいただいてるんで、80か1球かっていう比較で、どちらを使うかっていうふうに考えた時には、私ならバックなら80の方が安定しそうだから80を選ぶかなと思います。一方、フォアは1球の方が、擦ってよし、叩いてよし、よく弾むしってことで、メリハリをつけやすいから、フォアだったら1球の方がいいかなって思ったっていうところはあります。はい。で、前回の80の時のレビューでも申し上げたのですが、私に、が打った感じですと、やっぱね、その05と80の違いっていうのは私にはほとんどわからないなっていうのは今回のレビューでもなんか改めて感じました。ただ、05の方が、グリップ感が強くて、回転に特化しながらも、スピード性能も損なわないようにするみたいな、なんか全部取りみたいなことをしようとして、なんか尖った性能みたいな、なんか色が、なんか若干あるような、気がしています。でその点80っていうのはもう少し全体的に丸くなって使いやすくて、全ての性能が高次元っていうか最高次元でまとまっているっていう方がいいかもしれないですね。った感じで、強いて言えばそのような違いが80と05ではあるのかなといった感じがしました。打球感も似てるし、同じように打っても同じような打ち方をしても違和感を感じずにまたコートにも収まるので、このような感想を持つ、風に至ったのかなっていうふうに思っています。で一方、テナジー19は打球感が少し硬く感じて、弾みも1段階くらいちょっとアップしているような感じで、だから前者80や05が古典的な、これ、過去のテナジー、これまでのクラシックなテナジーだとしたら、テナジー19っていうのは、もうちょっとディグニクスとかグレイザーに少し近づいてきているのかなっていうことなのかもしれないですね。はい。といっても、1球も全然使いやすいので嫌な感じは私にはしませんでした。はい。ということで、最後に、80っていうのはどういう方に向いているのかなっていうことを申し上げると、中級者以上だったらバックでもフォアでも OK で、で、自分はそこまででもないかなっていうふうに思うんでしたら、そういう方でもですね、例えば今ロゼナとかをフォアで使用しているぐらいの方でしたら、多分ね、フォアだったら80使えるかなっていうふうに思えますし、その高い性能っていうのに感動できるんじゃないかなっていうふうに思っていました。私はインナーのバックで今回使用してみましたが、以前は7枚合板のフォアとか、バックも試しましたが、使ってみましたけど、その時にどちらでも好感触で、フォアでもバックでも良かったので、ラケットを選ばない良さっていうのも持ち合わせているのかなっていうふうに思います。ではね、最後ですね、これ、私は何を使うかっていうと、やっぱ今のところね、やっぱ05が一番安心感を感じているかなと思ってますので、05を使うかなと思います。05と80は持ち上げやすい。80はバランスで、05はグリップと回転と威力っていうなんか特徴が若干感じまして、どちらでもいいんだけど、たまたま先に再レビューをした05が、結構ドハマりしたので、これこのまま剥がしたくないな、買いたくないなという気持ちが、あるっていうだけで、性能の優劣っていう感じじゃなくて、完全なこれは好みかなっていう気がしてるといった感じです。はい、以上です。今回はテナジー80の再レビューということで
インナーラケットのバッグに貼ってみた感想ということでお話しさせていただきました。またテナジー05やテナジー19との比較っていうのを交えてお送りさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。